はい、じゃあ、この度はですね、生誕焼きのアンケートにご協力いただいてありがとうございます。こちらこそ。はい、ではですね、ちょっとお話をお伺いさせてもらえるんですけども、はい、まずですね、生誕焼きに来られる前は、はい、どういったことにお悩みでしたでしょうか。はい、はい、ひどい腰痛で、うん、ヘルニアに一度かかったことがあるので、うん、その影響で、痛みが長引いているのかなと思っていました。はい、わかりました。ちなみにその時の先生の診断っていうのはどういうふうに言われましたか。はい、うん、やはりそのヘルニアの影響で、うん、やはりその神経が触っているので、はい、痛みが生じているんじゃないかという診断でした。なるほど、まあ、神経がこうヘルニアでぶつかっているせいで痛みが起きているんじゃないかと言われて、はい、はい、じゃあそれに対してどういった処置を受けられてきたんですか。リハビリで牽引とマッサージを続けていました。うんうん、わかりました。牽引とマッサージを続けていらっしゃったんですね。はい、で、それを受けてみてどうでしたか。その受けた直後はとても気持ちよくって、うん、痛みも和らいでいたんですけど、うん、もう家帰ったら、うん、もう嘘のようにまた痛みが戻ってきて、うん、激痛でした。うん、そうだったんですね。はい、わかりました。じゃあですね、それをなってしまって、で、激痛が出てしまう。で、結局同じことの繰り返しをされていたっていうことですよね。はい。はい、わかりました。で、あとですね、まあ、実際に、他とですね、うちの違うところですね、うん、はどうでしたか。そうですね、うん、今までは、その痛みと、その一時しのぎの痛みが和らいだのとの繰り返しだったんですけど、うんうん、こちらへ来るたびに、嘘のように痛みがなくなっていたのを感じていきました。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ実際に受けてみてどうでしたか。はい、はい、やっぱり、自分自身でのストレッチの大切さを先生から教わって、日に日にやっぱりそのストレッチの大事さで、痛みが和らいでいきました。はい。はい、今痛みはどうですか。最初はもう全然嘘のようになりました。よかったです。はい。はい。ではですね、最後にですね、まあ同じようにヘルニアで悩まれている方にですね、はい、メッセージいただければと。はい。はい。その最初に来た時に1回の受診で、ちょっと他と比べて少々高いんじゃないかなと思って少々。ビビってしまうと思うんですけども、はい、その出すだけの価値はあると思います。はい、もうおすすめです。もう嘘のように先生の魔法のような手法で、はい、もう来るたびに痛みがなくなっていくのが分かってくると思います。はい、はい、かしこまりました。では、アンケートご記録いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。はい。